皆さんこんにちは。ピーカーブーウェブアカデミーナビゲーターの伊藤誠之です。今回の講師は福井さんです。福井さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。福井です。お願いします。お願いします。福井さん、今回は何を教えていただけるんでしょうか？はい、今回もグラデーションボブをやっていきたいなと思います。グラデーションボブでもいろんな切り方があると思うんですけど、うん、まあ、今まで紹介した中でハの字スライスをやったのと、はい、斜めスライスをやったのと、今日は、もう一つ V 字スライスっていうのをやっていきたいなと思いますね。こっちですね。はい、はい、そうですね。ハの字があったらやっぱりちょっとこう後頭部が高い、はい、耳後ろが締まったスタイルになってきますけども、うん、締まったというかそのウエイトを感じるスタイル、はい、で斜めスライスというのはもう少しなだらかな丸さをあるグラデーションボブ、はい、うん、ですね。で、はい、V 字スライスっていうのは今度逆に、後頭部が今度絶壁の人がちょっとこう、はい、高い位置で丸くなる感じで、耳後ろが耳かけた時にちょっとスッキリしやすいような、はい、切り方のグラデーションボブスタイルですね。はい、はい、それを今日やっていきたいなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、で今日の流れを、展開図を使って解説していきたいなと思います。はい、まず最初にアンダーセクションは、ここはハの字スライスを使います。ハの字スライスを使って、はい、1線目すくい上げて、で2線目3線目の今少しエレベーションかけながら、ボンドクボに締まりを出したいために、こういうテクニックを使います。で、2番目のここから V 字スライスですね。はい、まあ、スライスはこういうふうに取ります。はい、引き出す角度は、最初のハの字スライスのこういう90度、ハの字スライスに対して重さをこういうふうに取っていくっていう形ですね。はい、で角度はその下のグラデーションの延長線上でなるように設定をします。はい、はい、じゃあウィック使ってやっていきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあまずバックはセンターで巻きます。はい、でアンダーセクションの巻き方ですけども、はい、枕骨、枕骨、この後頭骨が出っ張ってるところですね。バックポイントよりはちょっと下、はい、アンダーセクション、これを、アゴラインに合わせてハの字スライス、少しやや前下がりっていう形ですね。はい、前下がりに取ります。はい、はい、でこの今取られた形と同じ状態でハの字スライスを取ります。はい、そしたら1線目下からすくって、はい、このスライスに対して90度溶かすということはこういうふうな形になりますね。はい、バックから見るとやや V 字スライスのようなスライスになると思います。はい、このスライスを取りながら、はい、今度は手を上手で切ります。はい、上手です。